霞んだ未来を切り裂くように照らす光、無数の可能性を求め、キャラオープンマイヤー。小野さんといえばアニメ、はい、黒子のバスケの主人公、はい、女性ファンこれ増えたでしょ。はい正直小野さん自身お気に入りのセリフみたいなのってありますか？お気に入りのセリフ、そうですね、ありますね。お気に入り、いろんな本当名セリフがあるんですけど、はい、ちょっとそのセリフをなんですけども、はい、ちょっともう本意じゃなくて結構なので、はい、一回ちょっと役に入りきっていただいて言っていただいてもよろしい？役に入りきるってことは本意気ってことで間違いないですか？すいません、失礼しました。先生、そうなんです。その通りでございます。ちょっとやっていただいてもよろしいでしょうか？はい、頑張ります。ごめんなさい、お願いいたします。僕は影だ。これでいいのかな？大丈夫かな？大丈夫です。全然大丈夫。こんな感じです。あんまり変わらないんですよね。ああ、なるほどなるほど。普段の声とか。いや、でも今の、はい、その二言だけでかなり浮かびましたね。はい、あ、本当ですか、ええ、よかった、まあ、そんな黒子のバスケなんですけども、はい、出演が決まるまでのこのエピソードというか、うん、経緯っていうのはどういった感じだったんでしょうか？そうですね、まあ、オーディションなんですけど、オーディションなんですね。オーディションで話をいただいた時に、はい、黒子のバスケ、僕ジャンプっ子ですごいジャンプも毎週買って読んでるんですけど、はい、で普通に黒子のバスケも、当時から連載当初から読んでて、はい、で好きだったんですよ、原作がすごい好きで、はい、でうわー黒子のバスケだってオーディションも業種見ながら、そうですよね、まあやりたいなっていうふうにはもう本当に純粋にやりたいと思ってて、で、まあ、オーディション受けて受かって、その連絡が来た時、まあ、夜だったんですけど、夜に、はい、なんかベランダに出てガッツポーズしたの一人でベランダにバーって出て、はい、シッとシッって意外とねちょっとスッみたいな感じだったんですね。っていうのを、はい、覚えてますね。この人気で、はい、周囲の反応だったり、はい、まあ、ファンの皆さんの声とかはどうでした？はい、とにかく親が嬉しそうです。両親が、ご両親も、はい、よかったねと、なんかそうですね、検証と検証みたいな。電車とかでたまにこうお迎えの人が、はい、携帯のストラップが黒子だったりとかすると電車みたいな乗られるんですね。乗ります乗ります普通に。で向かいの女性が、はい、もうガチガチのファンの方でガチガチいっぱい着せとか緑間とか、ね、黒子とかすごいついてて着せくんすみたいな。でもそれこう青菜さんってならないんですか？あんまりならないですね。本当ですか？はい。